鈴木ファスラー松田、フレアクロスオーバーフレアクロスオーバーは、松田が販売する、クロスオーバー SUV タイプの軽自動車である。鈴木との提携に基づく、軽自動車車種で、フレアワゴン、フレアに次ぐ、松田の軽トールワゴンブランドである、フレアシリーズの第3弾に位置づけられる。ベース車は2013年12月24日に、鈴木から、 公式発表されたハスラーで、個性的なデザインと、軽ワゴンの優れた性能を合わせ持った、全く新しいタイプの軽 SUV と位置付けられている。マツダの軽クロスオーバー SUV としては2005年に、販売終了となったラピュタ以来で、軽 SUV モデルとしても、AG、オフロード以来の新車種となる。ラピュタ、AG、オフロードとフレアクロスオーバーの住み分けは、K、 ジムニーとハスラーの関係と同様となっているが、AG オフロードは2014年3月をもって販売を終了している。エンジンはハスラーと同じで、自然吸気の XG と XS には、吸配儀 VVT を搭載した R06A 型を、XT には同じ R06A 型のインタークーラーターボエンジンをそれぞれ搭載する。また、減速時に、 オルタネーターで発電した電力をアイドリングストップ車専用鉛バッテリーとリチウムイオンバッテリーに充電し、蓄えた電力を走行時に電装品に供給することで発電のために使用するガソリン消費量を最低限に抑えるエネチャージアイドリングストップシステムアイドリングストップシステム作動中にエアコンが送風運転に切り替わった際、 冷房運転時に凍る蓄冷剤を通すことで涼しい風を送ることができるエコクールを搭載したことで優れた低燃費を実現し全社平成27年度燃費基準プラス20%を達成した2015年4月から新たに設けられた平成32年度燃費基準にも対応し XG、XS は 平成32年度燃費基準プラス 10%XT は平成32年度燃費基準をそれぞれ達成している。2015年5月の一部改良で NA 社が同年12月の一部改良でターボ車がエネチャージを S、エネチャージに順次変更。新たに搭載された ISG により燃料消費が多くなる加速時にモーターアシストを行うことで エンジン負荷を軽減して燃費向上に貢献するとともにアイドリングストップからの再始動時の静粛性や快適性を向上した。さらに安全装備としてデュアルカメラブレーキサポート、誤発進抑制機能エマージェンシーストップシグナル DSC&TCS を標準装備するほか 4WD 車にはヒルディセントコントロールとグリップコントロールも標準装備する。 2017年6月、フロント車輪速センサーに水が侵入して衝突することで誤信号を発し、ABS、横滑り防止装置、衝突被害軽減ブレーキが働かないなどの恐れがあるとして保証期間を延長して無償交換で対応することを発表した。NASA は2020年1月に商品改良されたフレア同様にデュアルインジェクションシステムや クールー EGR を採用した R06D 型へ、乾燥。合わせて、CVT は軽量化と効率化が図られ、高速域でのハイギアード化された。また、マイルドハイブリッドシステムも搭載された。WLTC モード走行による排出ガス及び燃料消費率に対応し、NASA は平成30年排出ガス基準50%低減レベル。 ターボ車は同25%低減レベル認定をそれぞれ取得したが、ハスラー同様にナ社は JC08 モード走行時の燃料消費率が低下したため、2WD 車は2020年度燃費基準プラス20%達成、4WD 車は同プラス10%達成となった。安全装備が強化され、初代同様標準装備されているデュアルカメラブレーキサポートは、 夜間歩行者検知機能負に改良されたほか、一時停止の標識認識に対応した標識認識機能、後退時ブレーキサポート、リアパーキングセンサーが追加され、誤発進抑制機能は後退時にも対応。ターボ車には、マツダの軽自動車で初となる全車速追従機能を備えたアダプティブクルーズコントロールや車線逸脱抑制機能も装備された。 4WD 車は、初代同様に、グリップコントロールやヒルディセントコントロールに加え、雪道やアイスバーン等で過大なエンジントルクを最適化して、タイヤの空転を抑制するとともに、時速 30km 以下では、スリップリン全体にブレーキ制御も併用される、スノーモードが装備された。ありがとうございます。